そら、ハラ。楽器はね。いや、この日さ、お母さんがさ、聞いてたみたいなの。あのレベルじゃ、練習もっとしないとダメだねってすごい言われた。全然弾けてなかったじゃん。めっちゃ間違えるし下手じゃんってすごい親に言われて。いや、私も同意。本当にっていう会話を、あの後したレベルで、親に酷評をもらうっていう、あれで配信して平気だったのって言われた。いや、ダメだと思うって言われました。練習しなって、あ、はいって。楽器スパルタ。お母さんも、歌とか、歌はやってないのか、ダンスとか楽器やってる人だから、趣味でだけど、私より長くやってて、私より全然楽器上手いから、そういう家なんよ。英才教育っていうか、そうなのよ。だから、お母さんの方が、私が生まれる前からずっと楽器やってるから、やっぱ上手いわけ。だから、下手に聞こえるよね、そりゃと思う。あ、だから、センスないよねーとかも言われるよ。絶対ミスタッチするもんねーとか。まあそういう家だから、やっぱピアノってすごい人に聞かせるの嫌ないよ。本当は。好きだけど、弾くのは好きだけど。